皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。カンブリア宮殿、今週は食べ歩きブームの火付け役、横浜中華街の江戸清というお店、私ちょっと知らなかったんですけれども、かなり有名なお店ということで、非常にですね、面白い取り組み、ややちょっといつものカンブリア宮殿と違って、やや情に流された感じの作りにはなってますけれども、非常に面白い、起業する方とか、個人事業主、中小企業になるためのヒントも盛り込まれた内容だと思うので、簡単に紹介をしていきたいなと思います。で、この江戸清なんですけれども、中華街で大行列、巨大豚まんが大人気の江戸清ということで有名ということです。で、そもそもですね、明治時代創業のお肉屋さんと、肉屋だからその豚まんの肉あんが美味しいと。で、皮も食べ歩き用に薄力粉を使ったりするなどして、巨大なのに美味しいということで、圧倒的人気を誇っていると。ところがですね、じゃあこの江戸清さんっていうのは中華街のお店だけで食ってるのかって言うと、実はそうじゃないと。中華街のお店の売り上げはなんとわずか1割程度で、実はその肉屋なので、ハンバーガーのパティ作ったりとか、それを例えば、ファーストフード店におろす、おろしたりとか、あとはその、コンビニに豚まんを作ったりとか、要はですね、B2B 企業向けに食品を作っているのが実は売り上げ9割だということで、これがミソなんですよね。もし店の売り上げだけ、店やっててすごいみたいな感じだと、やっぱりかなり波があると思うんですけれども、やっぱり企業向けという硬いところで9割稼いでるっていうのが、この企業の強み。でもそれだけじゃないと。それだけじゃなくて、中華街の江戸清の豚まんみたいになって、それが豚ルーム、つまりそこの2つの相乗効果でうまいことやってるっていうのが、ポイントなんじゃないかなと思います。で、この今は4代目ですかね、江戸清の会長、高橋さんという方なんですけど、その単にこの江戸清の発展だけじゃなくて、中華街の発展にも尽力しているというところも、非常にポイントがあるのかなということです。で、中華街に別にね、もう一企業で B2B でやってれば、もう中華街なんて、ある意味どうでもいいはずなんだけれども、そうじゃなくて、中華街で創業して、中華街とともに成長してきたからこそ、中華街を大事にするっていう思い、この辺がやや情に流されてる感じなんですよね。合理的な経営判断から言ったら、ここはどうなんだみたいなところもありますけれども、非常に、ここに、感情的にここにコミットしているというところは、良くもあり悪くもありだと思うんですけれども、非常にここが面白いところかなと。で、ところが、何でもうまくやっているようなこの方なんですけれども、実は逆風だらけだったと。2000年に社長を就任したのに、まずは狂牛病騒ぎ、BSE 騒動が起きて、その B2B の方、牛肉が全然ダメになっちゃったとか、その後はですね、風評被害ともいえる、その段ボール肉まん騒動で、売り上げが7割減だと。要は、別にその自分たちの店関係ないけど、肉まんで何かあったらもう肉まん誰も買わなくなるみたいなことで、うち関係ないのにみたいな風評被害が起きてしまうと。それから2008年には中国の冷凍餃子問題なのがあって、結局この10年風評被害との戦いだった。他にもまだ SARS があったりとか、とにかく中国に絡むトラブルがあると、もう中華街もう中国だからダメみたいな。で、別に江戸清関係ないのに、いや、なんか中華だからもうダメみたいになっちゃうみたいな、その風評被害との戦いだと。で、いろんな策はもちろん打ってるんですけれども、ただ非常に面白いのは、その耐えて待つしかないんだと。逆にやると、逆にその風評被害が拡大するっていうこともあるので、その耐えて待つ、そのやるべきことはやった方がいいんだけれども、でも耐えて待つっていうことも必要だみたいなことも言ってます。当然ですね、このコロナの時も実は中華街もう悲惨な大打撃だったんですね。2021年だとあんまりね、コロナイコール中国ってイメージないですけれども、2020年コロナが出た当初はもうなんかコロナイコール中国みたいなイメージで、だから関係ないのに中華街もダメみたいな感じになっていて、私は2020年の5月に、まだ緊急事態宣言
中だった中華街に行きましたけど、本当もう誰一人として歩いてないみたいな、こんな中華街見たことないっていうぐらい、もう大変な事態に陥っていて、まあ、その風評被害に遭いやすいんですよね、中華街、中華料理っていうだけで。で、まあ、ただそういうところ、そういうリスクがあるんだけれども、でも実は B2B でしっかり稼いでるから、あんまりそこは逆にその企業としては影響を受けにくい。でも大事なのは、江戸清といえば中華街で生まれ育ったから、中華街っていうブランドはしっかり持ちながら、中華街全体も発展させるっていうことをやりつつっていうところが、まあ、非常にある意味では情に流されてる感じはありますけれども、この江戸清ならではというところだと思うんですけど、まあ、本来なら B2B だけで稼いでれば十分なわけですよ。まあ、もしくはその、ね、この村上龍が非常にいい質問したんですけれども、いや、そんなに売れる豚まんだったら、中華街じゃなくて、チェーン展開したら売れるんじゃんみたいなところも、まあ、ちょっとどっちつかずでしたけど、答えとしては。いや、だけどやっぱり我々は中華街で売りたいから、中華街でやってるんだみたいな、その中華街とともに育ったから、中華街の豚まんみたいなところで、まあ、でも売れるんだったら、チェーン店出そうかなみたいなことも言ってましたけど、まあ、やっぱりその辺が、まあ、今回、いつものカンブリア宮殿だとそこがビチッと論理立てて説明されるんですけど、今回のやや情に流されてる感じもあるんですけど、まあ、その中華街へのこだわりとか、中華街愛みたいなものと、でもしっかり B2B では稼ぎつつっていうのもあるので、まあ、このバランス感覚なのかなと。まあ、要はその何が言いたいかっていうと、中華街っていう風評被害に遭いやすいものだけれども、自分たちのアイデンティティは中華街にあるから、そこを守る活動とか、いくら風評被害があってもそこで頑張ってると。でもそこで売れなくなっても、実は B2B でしっかり稼いでるから大丈夫なんだよっていうところで、だからなんか皆さんの企業とか個人事業主なんかも、やりたいことはあって、別にこれ合理的じゃないんだけど、こだわりたいみたいなことだけをやっていると、その経営的に破綻してしまうので、しっかり稼ぐところは持ちつつ、そのやりたいことをやる。でもやりたいことが別に失敗しようがね、あまり儲からなくても、しっかり稼ぐところがあれば、そっちで、まあ、労力をかけても大丈夫っていうのがあるので、この江戸清がやっているような、その B2B でしっかり稼いで、その中華街みたいなこだわりについては、売れても売れなくても風評被害があろうがやり抜くみたいなことをバランスとしてやるっていうのは、非常に、今回面白い特集だったんじゃないかなと思います。カンブリア宮殿は本当毎回面白いので、ぜひ皆さん見ていただけるといいんじゃないかなと思います。